まだ思いをきちんと言語化できてないんですけれども、今日は最近感じたことを共有させていただこうと思います。新行寺では皆様にご縁を喜んでいただけるようにと様々な取り組みをしております。法要と言われるものに加えて、朝参りとかですね、キッズ参加、子ども会ですね、あと新宗講座という仏教講座や、またオンラインお寺参りとかですね、オンラインを使った配信もさせていただいております。このヘルシーテンプルもねさせていただいておりますが、さまざまな場を開いております。で、喜びの声をいただいて、やっててよかったなという思う一方でですね、葛藤を感じることもあるんですね。どういう葛藤かというと、こうした取り組みが本当に皆様のためになっているんだろうかと、やること自体が目的化したり、自己満足のためにやっているんではないだろうかと、いろんな活動をしながらですね、そのような疑問が湧いてくることも正直あるんですね。で、そんなことをふと思っているときに、親鸞聖人がよく使われる言葉がふと頭に浮かんできました。で、それは他力と自力、自力と他力という言葉です。自力と他力という言葉は一般用語としても使われることがありますが、元は仏教用語です。で、一般用語では自力とは自分の力で頑張ることとか努力すること、そういう意味で使われますよね。そして他力とは他人の力を当てにすること、人任せにすること、そういう意味で使われることが多いかと思います。しかし特にこの他力という言葉はですね、一般用語と仏教用語では随分意味が違います。仏教用語では自力とは自ら治めた禅の功徳で迷いを離れようとすること、そういう意味の言葉です。仏教で最終的なゴールとするその迷いを離れる、仏の悟りとも言われますけれどもね、心の安らぎ、そういったものをへのアプローチとしてですね、自らの治めた善、良いこと、その功徳を持って迷いを離れようとすると、そういうことを自力という定義で考えております。そして他力とはですね、阿弥陀仏、浄土真宗でご本尊として敬っている阿弥陀仏という、その阿弥陀仏の力、働きによって迷いから離れると。少しこの迷いから離れるという最終的なゴールは一緒でありながらアプローチが違うんですね。で、この他力っていうのは他人の力ではなくて阿弥陀仏の力、働きのことなんですね。そこが大きく一般用語と仏教用語で違うところです。で、浄土真宗、この私新行寺は浄土真宗本願寺派という宗派ですが、浄土真宗では他力を頼りとすることということをとても大切にしています。で、つまりは阿弥陀仏にお任せすること、阿弥陀仏に身も心も委ねていくことということをとても大切にするしているということなんですね。で、今思いますと、私はこれまでこの他力という言葉について理屈とか意味合いっていうのは理解しながらもですね、何かこう実感を伴ってうなずくっていうことができてなかったんですね。いろいろなところでこう仏教とか浄土真宗のお話をさせていただくご縁がありながらですね、この真宗のその肝心な他力というところがこううなずけてなかったんだなということを今になって思います。それは本当に申し訳ないことだと思います。しかし先日ですね、この他力とはどういうものなのかということが、なんか実感を伴って感じられることがあったんですね。で、それはこの自力と他力という言葉がふっと頭に浮かんできた時のことでした。で、この自力と他力という言葉が頭に浮かんできた時には、これまでお寺で取り組んできたこと、自分なりに精一杯やってきたというね、そういったことがこう頭に思い浮かんでたんですね。しかしそれが本当に皆様のためになっているんだろうかと、そういう葛藤も湧いていた、そういう瞬間でありました。で、そんな時にこの自力と他力という言葉が頭に浮かんできたというのは、なんかこうお寺での取り組みというのが独りよがりになっているんじゃないかとか、人のための取り組み、阿弥陀仏の願いにかなった取り組みになっていないんじゃないかと、そういう疑問がですね、何か心の底にあったからではないかなということを思うんですね。その時は精一杯させていただいてたんですけどね、もちろん皆様のためにと思いながらさせていただいてたんですが、今考えると何かこうそういう独りよがりになってるんじゃないかなという思いが、こう何か疑問が心の底にあったんじゃないかと思うんですね。
まあ、そんな中で自然とこう自力と他力という言葉がなんかふっと浮かんできて、まあ、他力にお任せしてみよう、阿弥陀様に全てを委ねてみようというなんかそういう思いになった瞬間があったんですね。でそれはなんか自力的な生き方ではなくて他力にかなった生き方をしようと、まあ、そういう思いになった瞬間かもしれません。でそうなってみるとですね、まあ、これまでしてきたこととかこれまで触れてきたこのお念仏の教えっていうのがなんかつながるような感覚になったんですね。そしてなんか心がスーッとこう楽になって大きなものに支えられているというなんかそんな感覚になりました。ああ他力っていうのはこういうものなのかと、まあ、その時初めて実感を伴って感じられました。阿弥陀様にこう身も心も委ねるっていうことが、まあ、こんなに安心を感じてありがたいことなのかと、だからその時思うようになったんですね。その時から、皆様この言葉聞いたことあるでしょうか。徳川家康の言葉と言われておりますが、このような言葉があります。人の一生は重荷を負って遠き道を行くがごとしと、人生とは重い荷物を背負って遠い道を行くようなものだというんですね。で私はこの言葉本当にああそうなんだなと思います。年をこう重ねれば重ねるほどそういうこの言葉をなんか実感される方もねおられるんではなかろうかと思います。で人それぞれ精一杯生きてるんではないかと思うんですね。誰もが変わることができない人生です。もうその人の人生、それをまあ重荷を背負いながら思い通りにならないこともいろいろありながらですね精一杯生きてると思うんですね。で人はそれぞれ違いますんで、まあ、旗から見るとですねあの人楽そうだなとか、まあね、そういうふうにもこう見える場合もあるかもしれませんけれども、でもそれでもやはり人それぞれにですねその人なりに精一杯生きてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そんな時にですねこのその人を支えてくれるものとか拠り所になるものというのがあると、まあ、大きな安心感になるように思うんですね。よく頑張ってるなと、よく頑張ってるよねと、まあ、そういうふうにこう認めてくれる方がいるとですねなんか心が楽になるように思います。親鸞聖人が作られた正真念仏偈という、偈文がありますが、その正真念仏偈の中にこのような文章が出てきます。賢治難行六六信行異行シード楽、意訳するとこのような意味になります。自力の難行は重い荷物を抱えて陸路を歩むような苦しいものです。しかし他力の異行は水で水路を船で水路を進むような素晴らしいものですと、まあ、これは直接的には仏道において自力の道は険しく他力の道は行きやすいということを表しています。でこの文章を人生や生き方にも当てはめてみると、まあ、このようにも受け止められるように思います。自らの身や心を励まして生きる生き方はとても苦しいものです。しかし大きなものに身も心も委ねていく生き方は深い安心に包まれるようなものです。自らの身や心を励ます、そういう生き方というのは、まあ、とても立派な生き方だと思うんですね。すごく立派な生き方でも、まあ自分自身のこれまでを振り返ってみると、まあ、自分自身がですねなんとか自分の身や心を励まして頑張っていこうと、まあ、そのこと悪いことじゃないんですけれども、そういう生き方をしてた時っていうのはなんか重い荷物を背負いながらですねなんとか自分の足で一歩一歩歩いているっていうようななんかそういう苦しみがあったんですね。まあ、それでももちろんいろんな方に支えられていますし、支えられているんですけれども、なんか支えられていることをすぐに忘れて、まあ、独りよがりになってしまってなんか孤独を感じるということもありました。それは結局なんかいつも自分が中心にあるからではないかと思うんですね。でしかし、まあ、阿弥陀仏に身も心も委ねると、なんかこう阿弥陀仏っていう仏様中心に考えるっていう、なんかそういう時に、まあ、大きなものにこう支えられているっていう深い安心を感じたんですね。
まあ、委ねるということは、まあ、決して安直に妥協するということではありません。まあ、むしろこの他力という大きな力によって支えられて、その力によって突き動かされて行動となっていきます。自らの体や心を励まして何とか頑張っているときは、なんか自分の力以上のものはなかなか出せませんでした。しかし自らの力で何とか抱えられるものしかね、この自力という言葉のその通りですけどね、何とか自分の力でしか抱えられるものしか抱えられないということがありました。自分の力の範囲に収まってしまうんですよね。しかし、まあ、他力によって支えられてからは、なんかこう阿弥陀仏の願いに乗る、そしてなんか阿弥陀仏によってこう突き動かされている、なんかそんな感覚があります。まあ、ですので、こう他力っていうのは一般用語で言われるような、まあ、人任せとかね、そういう意味ではないんですね。そして任せたんだからもう何もしなくていいと、そういうように居直るということでもありません。まあ、とにかく、阿弥陀仏に身も心も委ねるということが、まあ、こんなに安心を感じてありがたいことなのかと、まあ、その時私は思いました。そして阿弥陀仏の願いに生きるということはこういうことなんだなと思いました。これまで信行寺で取り組んできたこともそれなりにこう精一杯してきたつもりではありますけれども、これからさらにですね、このお念仏の教えに基づきながら皆様のためになるような場にしていければなと、そんなこともですね、改めて思ったことであります。まだ思いをきちんとこう言語化できてないので、なかなかこう伝われているのかどうなのか、伝わりにくい内容になっているのかもしれませんけどもね、今日はですね、感じたことを素直に共有をさせていただきました。なんかこう日々こうそれぞれに頑張っておられると思うんですね。精一杯生きておられると思うんですね。なんかその時に苦しみを感じるような時は、何かこう大きなものに委ねてみようという、なんかそういう瞬間があってもいいのかなということをなんか思ったことでありました。はい、最後にウェルビングダイアログカードより今日の問いです。前に進む力はどこから溢れてくる、前に進む力はどこから溢れてくるということで、この後ヘルシーテンプルオンラインにご参加の皆様と今日の話についての感想とか、今回、今日の問いについて対応していきたいと思います。